おにぎり、お茶、味噌汁、おかず。典型的なおにぎりの形式おにぎりは、ご飯を三角形、俵型、球状などに加圧成形した食べ物である。通常は手のひらに乗る程度の大きさに作る。握り、握り飯、握り飯、結び、おむすび、おつくねなどとも言う。傾向性に優れており、手づかみで食べられることから、日本で古くから今日に至るまで、 蛍光食や弁当として重宝されている。もともとは残り飯の保存や蛍光食として発達したが、その後は常食としてのおにぎりが主流となり、現代ではコンビニエンスストアやスーパーマーケットでも販売されている。蛍光する必要がない居酒屋や定食屋でも提供されるほど日本の食文化に定着している。日本のコンビニエンスストアや外食、昼食店の海外進出、 日本滞在経験を持つ外国人の増加に伴い、世界各国でおにぎりが販売されるようになっている。杉谷茶の畑遺跡出土、編集1987年11月12日、能登半島の中央部にある美條山の丘陵部南東の尾根に所在する弥生時代の高知性看護集落遺跡である杉谷茶の畑遺跡 GM1 の弥生時代中期層に属する、 縦穴式住居の壁際から握り飯と思われる炭化した米粒の塊が単独で出土した。この大化米から人間の指によって握られた痕跡が発見されており、当初最古のおにぎりとして報道された。その後の研究では炊かれて握られたものというより、おそらく蒸された後に焼かれたものであり、いわば血巻きに近いものとされた。それ以降、この遺物は学術上、 千巻城じょ舞会と呼ばれている。中野都町では、道の駅売り姫の里中野都で、千巻城じょ舞会のレプリカを展示している。旧、六星町と中野都町が制定した、おにぎりの日については、記念日不死を参照のこと。北金目、塚越遺跡出動、編集相模平野の中にある、北金目大地、現代行政区画上では、神奈川県平塚市北金目にある、 北金目、塚越遺跡、GM2 の縦穴式住居跡の、弥生時代後期後半以降からは、握り飯状に固まった、炭化米が発見されている。平塚市の管理名称は、お握り状炭化米。ただし、握り飯の可能性もあるものの、表面についた籠の痕跡の形状から、握らず籠に入れただけの飯の塊が炭化したものと、見るのが無難である。そもそも、 弥生式土器で現代と同様の精米した粘り気の強い温帯ジャポニカを現代同様の焚き干し法で調理すると土器側面に米粒が焦げてへばりつく。弥生式土器では穀物の痕跡が確認できる焦げが残る例は少ないという。そして現時点で想定されている弥生時代中期の炊飯方法は米と一緒に加熱した水を沸騰して吹きこぼれたら 土器をすぐに傾けて捨て、さらに加熱して、米の水分を飛ばした後、土器を横倒しにして、上部の米にも火を通す湯通り法の一種である。この調理方法から見て、弥生時代の米は、粘り気が、中間的な熱帯ジャポニカなどであったとされ、横浜市歴史博物館による実験の結果、こうして出来上がったご飯は、粘り気が少なく、握り飯にするのは、難しいとされる。 ただし実験では、厚い河原家の安全な倒し方と白吹き跡の再現に謎が残った。なお、当時の古式と思われていた土器は腰器であったとされ、否定されている。北側表の上遺跡出土、編集玉丘陵の宿群に発する中石平野を、貫流する鶴見川水系の早淵川流域に、所在し、現代行政区画上は、 神奈川県横浜市鈴木区早淵3丁目に所在した北川氷の上遺跡は江北ニュータウンの造成に伴って1983年から1987年にかけて発掘調査が行われた後消滅したが1984年の発掘調査で古墳時代後期の縦穴式住居跡から握り飯と見られる炭火米の最大長約15センチメートルという 大きな塊8個が弁当箱に収められた形で出土している。5県の住居市を止める、この集落は、弥生時代後期から古墳時代にかけて早口川流域の拠点的集落として営まれていたと考えられている。書室、編集奈良時代初期の養老5年に成立した地市、日立国風土器の筑波群城には以下の注釈があり、現在知られている限りで、 ここに見られる、握り飯が、握り飯やおにぎりと、様々に呼ばれる、料理の記録上の書室である。原文、風俗、雲に握り飯つくばの国一。以下略の、書き下し文、握り飯つくばの国、風俗の説に言う。以下これを略す、交互解釈例、つくば国の名りで、握り飯という。以下これを略す原文の字は、 当時の時点での旧字体表記及びこの国に関する用字、訓典あり、書き下し文の字は新字体、文は文語体、金遣いは歴史的金遣い、広報会社クレーの金遣いは現代金遣い。筑波国は日立国南部にある筑波郡のこと、あるいは一時期の日立国、風俗、運を風俗言、運と記す資料もあり、 国のことわざに言うと解釈している。以下これを略すとあるように、写本である、この原尊書では原書に記されていたであろう。注釈の続きが割愛されている。歌川広重、東海道五十三次再建図へ藤沢未完の名所、浮世絵揃い物東海道五十三次再建図へのうちの一図。高下二年から三年頃の観光。藩元は、村鉄。 画面中央に見える藤沢塾へ向かう東海道中、見晴らしの良いところに歩くさっぱらで一休みする、旅人たちの風俗が描かれている。画面の下段中央で三角形を成している三人は、四国遍路で、塩結びと漬物を詰めたおにぎり弁当を開けて、食べている。海苔巻きおにぎりであること以外、江戸時代と大差ない現代の廉価なおにぎり、弁当現代型の書質。 編集現代型の握り飯の直接の起源は平安時代のトン食という食べ物と考えられている。この頃のトン食は大型の楕円型で使われているのは蒸したもち米であった。トン食が意味するものは時代によって異なり、江戸時代に入ると公家社会では現在の握り飯のことをトン食と呼ぶようになった。鎌倉時代末期頃からはうるち米が使われるようになった。 当時の握り飯は飯をただ握り固めたものか焼き固めたもので表面に糊を貼り付ける形式が生まれたのは糊の養殖。ただし幕末間近の海永6年に編纂された森さ満万光には握り飯に糊を巻くとは記載されておらず一説では遥かに時代を下って1930年に孔病期で行われた観観式の際の糊ケーキがきっかけであったとも言われている。は 栄養もあり、表面に貼り付ければ食べる際に手に、飯粒が付着しない。その便利さも、相まって、海苔は握り飯に欠かせない食材になったとしている。また、握り飯は、古くから戦場における蛍光食としても活用された。大日本帝国陸軍では、閉食の基本となる、米爆飯を一号ずつ休憩に握り、それを一食あたり二個蛍光するのが標準であった。 しかし水分を多く含むため、高温多湿な熱帯環境下では腐敗しやすく、逆に寒冷地では凍結しやすいという欠点があるため、乾ンなど、さらに保存性に優れたレーションも開発され、正式採用された。おにぎりといえば、従来は一般家庭で作られるものであったが、第二次世界大戦後の復興期を経て、高度経済成長期へ突入していく日本社会において、 1952年にスーパーマーケット、ついで1971年にコンビニエンスストアという新しい小売業態が登場してくるが、コンビニでの販売を皮切りに、作り置きのおにぎりがそういった小売店で販売されるようにもなり、加えてそれ以外の業態の専門店でも製造を販売される商品になっていった。食品を扱う小売店の弁当コーナーを支える。 商品として、おにぎりは重要視され、特にコンビニでは、各社ともに熾烈なおにぎり新商品開発合戦、顧客獲得合戦を繰り広げている。放送開発し、編集業者が作り置きのおにぎりを提供するに、当たっては、放送技術の革新が普及の鍵を握っていた。優れた、放送の開発がこの市場の成立と拡大を可能に、した。1978年に、 日本のセブンイレブンがパリッコフィルム方式と呼ばれるおにぎり専用のフィルム放送システムを開発し国内で売り出した作り置きの海苔巻きおにぎりといえばそれ以前には巻かれた海苔がメッシュの水分に触れているために少なからずしっとりしているもので本来ののりが持つ口溶けがよく柔和なしっとりと爽やかさにもつながるパリパリというそれぞれに魅力的 この新しさは消費者に大いに受け入れられ、以来、パリパリおにぎりが、コンビニエンスストアの主力商品になった。ただ、パリッコフィルムはそれを剥がして、海苔で巻くまでの作業が煩雑であった。1970年代後半、長野県の惣菜屋が、手軽に海苔を巻ける、画期的なパッケージを考案したことで、それが変わる。そのパッケージに目をつけたニ屋が、実用化し、人気を博した。 その頃、コンビニの数はまだ少なく、パリパリおにぎりはどこでも買えるわけではなかったため、個人経営のパリパリおにぎり専門店が各地に生まれ、パリパリおにぎりブームが起きた。また、そのフィルムは家庭用に販売されたことで、家庭で作るおにぎりの海苔はしっとりしているものという、それまでの常識もおった。カットテープ方式のフィルムで放送されたコンビニおにぎり。 2009年撮影。その後、1982年にセブンイレブンが初期型のセパレート方式を開発。おにぎりを右へ左へと転がしながら開封する方式であった。しかし、海苔を巻くのが大変で失敗してしまう消費者がまだまだ多かった。そこでセブンイレブンは2年後の1984年にパラシュート方式を開発する。 三角形の頂点からわずかに飛び出しているフィルムをつまんで引き抜く。この方式は消費者に要求される動作が至極単純で失敗することが少なかった。ただし別資料ではパリッコフィルム方式発売の翌年である1979年7月に早くも改良型といえるパラシュート方式を採用した商品、引っ張るだけのおにぎり、球を 心差しの物資が発売したことを挙げており、このあたりの情報は整理が必要である。いずれにしても、パラシュート方式は、フィルム剥がしに悩んだ挙句破れたのりを飯に合わせて食べる羽目になったり、フィルムの奥にのりの一片を取り残してしまって、寂しい思いをしたり、素手で飯を触って、おにぎりを作る羽目になったりする不器用な消費者の希望につながった。ただ、 この方式は引き抜きやすくするための油を使っていたため食感や風味が損なわれるという問題があった。そこでセブンイレブンは1986年にカットテープ方式を開発する。この新方式は真ん中のテープを引き抜いた後左右のフィルムを外す二大開方式で油も使わず簡単であったため一気に普及していった。セブンイレブンはさらに改良型にあたる カットテープ波型方式を2014年に開発している。これは三角形の可変にある開封部が従来品ではまっすぐに切れる方式であったのを波型に変えてより広く開封できるよう工夫を加えたもので抵抗が少なく横を引っ張る際の力も小さくて済むものであった。また2001年12月に高級おにぎりが販売市場に登場した際、 初めての試みとして、放送に和紙が使用され、以後、定着していった。コンビニとスーパーマーケットのおにぎり、編集コンビニのおにぎり2005年の鎌倉市にて、北海道限定品、2000年代末のセブンイレブンにて、おにぎり製造販売業者の販売店の一例、東京、秋葉原にて2008年撮影。企業は、おむすび県、米守る。 専門店のおにぎり、京都市中京区にて2020年撮影。コンビニやスーパーマーケットなどで販売されるおにぎりは、その多くが食品製造工場などで機械化専用のおし方を用いて大量生産されている。まずは凍らせない冷蔵食品としてのおにぎりと冷凍食品としてのおにぎりに対別できる。校舎はフィルム放送などがされていない一方で、 電子レンジで加熱する際に、個々のおにぎりをレンジ内で立てておけるようくぼみをつけた合成樹脂製の薄い専用トレイが付属している例が多い。冷蔵食品のおにぎりでは、個別包装されているものと、複数個がパック包装されているものとでは、形態が異なる。海り巻きおにぎりの個別包装の場合、海苔を内部フィルムで飯から隔離することによって湿気から、 保護し、食べる段になって、海苔をフィルム越しに手で巻くタイプが通例である。この保護フィルムは食べたい時に簡単に手で抜き取れるよう工夫が凝らしてあり、いつでも巻きたてのパリパリとした海苔の食感と風味を楽しめる。海苔巻きおにぎり以外のおにぎりで個別包装の場合は、内部フィルムではなく袋状のおにぎりパックに包装して販売されていることが多い。また、数行。 パック包装している商品では、三角形のくぼみをつけた合成樹脂製の専用トレイを用いた例も多い。冷蔵食品のおにぎりでは、通常、製造から短時間のうちに消費されることを前提とし、保存方法は冷蔵指定、数日以内の消費期限が明記されている。ご飯を食べよう国民運動推進協議会による2006年の日本における調査では、 コンビニでおにぎりを温めてもらう人の割合は全国平均で約25%であった。地方別では北海道、東北地方、北関東が約40から60%の間、沖縄県は75%に上った。これらの地域では店員側から温めますかと店に備え付けの電子レンジを使うかどうかを客に尋ねることが多い。専門店など 編集おにぎりに特化した、ファーストフード的な販売店、昼食店も存在する。座席を設けたり、味噌汁なども併売したりして、その場で食べられるように配慮する店もある。居酒屋では、茶漬け、麺類などと並んで、一通りの味食いした後に食べる、いわゆる、締めの一品として好まれている。焼きおにぎりとして提供される場合も多い。家庭のおにぎり、 編集過程で作られるものは、遠足や外出に傾向するための弁当の主食及び、作り置きの昼食などのために用意されている。形状は様々で、俗に爆弾おにぎりと呼ばれる大きな球形に握り、海苔を巻いたおにぎりもある。作り方によって保存性が変わる。東日本では、海苔は焼き海苔を巻いて、風味を味わう傾向だが、西日本では、 味付けのりを巻いて味わう傾向にある。詳細は、ふるさとおにぎり百選を参照1986年には、当時の食料庁と、ふるさとおにぎり百選震災委員会が、共同で全国から応募のあったおにぎり、おむすび、混ぜご飯を選考し、ふるさとおにぎり百選として発表した。東日本大震災における、自衛隊の災害派遣活動の一環としての、給食支援で、 おにぎりを作る隊員たち。おにぎりの日が二つ、おむすびの日が一つある。1987年に杉谷茶の畑遺跡で、千巻城上端加盟会が出土した石川県、六星町は、このおにぎりの発見を記念して、おにぎりの日を制定している。六星をもじった、六と毎月の、米食の日とされている、十八日を合わせて、六月十八日、都市、 2002年10月1日、日本記念日協会がこれを認定した。これに加えて、六星町の合併後の自治体である中野都町は、町の合併10周年を機に2015年6月19日付で、11月18日も、おにぎりの日に制定した。こちらは、おにぎりが発見された、11月と毎月の、米食の日である、18日を合わせた日付である。 日本記念日協会認定。2000年12月26日、JA 等で組織されたご飯を食べよう国民運動推進協議会が、阪神・淡路大震災の日である1月17日をおむすびの日に制定した。日本記念日協会認定。震災当時、ボランティアによる炊き出しに被災者が励まされたことに、ちなんでいる。近世以前、編集近現代。 県修日本でも地方あるいは家庭によってはおむすびや握り飯と呼ばれる。単にむすびや握りなどと呼ぶ場合もある。地域的には通説では西日本はおにぎり、東日本はおむすびとされる。日本国語大辞典は東京でも古くはおむすびであったが髪型から新しく言葉が広まった。一方、近畿地方ではおにぎりが優勢で九州、 沖縄地方ではおにぎりやにぎり飯が大半を占めるが通説とは異なり北海道、関東地方、四国では両者が拮抗し中部地方及び中国地方ではおむすびが優勢とする研究もある2013年の調査によると日本全国ではおにぎりが89%で10%のおむすびを圧倒した地域別でも全都道府県で おにぎりがおむすびを上回り、おむすびが比較的多いのは中国地方の山口県、広島県等であった。にぎりまま、おにんこ、に、にこといった日本語の方言もある。歴史的には古くはにぎり飯と呼ばれていたものが、にぎり飯に変化し、女性語のおにぎりになったと考えられる。おにぎり、おむすびどちらもにぎり飯の丁寧語であるが、後者の呼び名は、 元は、子供語、語女の女房言葉であった。また、国語学者の吉田兼彦は、おむすびは、おにぎりや、にぎり飯と比べて遠曲的な表現で丁寧な、五感があり、寿司にもにぎりがあり、上等であるが、むすびはない。むすびは、飯だけの粗末な響きがあるとしている。おむすびといえば、三角に握ったものというイメージが強い。おむすび方というように、 三角形をしたもののことを指す代名詞として使われる場合がある。おにぎりやおむすびの語源、両者の違いについては種々の説がある。俵型のおにぎり三角おにぎりと四角形に近い大型で特殊なおにぎり。おにぎりを構成する主な要素は形、飯、具、包みである。三角形、円形、俵型、休憩の四つが主要な型とされる。 江戸時代後期に編纂された、類書、森定万行には、三と、とも、形定なしといえどもども、京藩は、俵型に制し、江戸にて派、円形、アル派三角等、と記されており、京都、大阪では、俵型、江戸では、円形、三角形が、一般的であったことが伺える。江戸では、円形よりも三角形が多かったともされる。 日本で主食として食べられるジャポニカ米で炊いたご飯は、冷めてもデンプンが硬くなりにくく、味も落ちにくいため、他の品種と比べておにぎり作りに向いている。コンビニエンスストアなどで販売されている、おにぎりの中には、冷めても美味しい性質が一段と高い、低アミロース米が用いられることも多いが、家庭で作られるものは、普段食されているうるち米を炊いたものとするのが、普通である。 一番多いのは白飯であるが、他にもチャーハン、ピラフ、チキンライス、ドライカレー、ナシゴレン、炊き込みご飯、焼きおにぎりや揚げおにぎりなど様々な味付け、調理法のバリエーションがある。もち米を炊いた赤飯のおにぎりもある。赤飯のおにぎりは、ごま塩の味付けのみで、具なしが普通である。おにぎりに入れる具は、白飯と相性が良く、味の濃いものが多い。 炊き込みご飯や混ぜ込みご飯のようにご飯自体に味がついている場合は具を包み込まないのが一般的である。具は中央に埋め込まれるのが一般的だがスパム結びのスパムや松茸などのように表面に貼り付ける具もある。梅干しや削り節、昆布などのつくだ煮が昔からの定番である。これは携帯食として利用されていた頃は高い 具が入らない場合は、塩結びになる。2014年の日本での調査では、好きな具は、鮭、梅干し、明太子、ツナ、昆布、タラコ、その他、カツオ、高菜漬けの順であった。黒ごまをまぶしたものおにぎりの包みには大抵は、海苔が使われる。関東では、焼き海苔、関西では、味付け海苔が好まれるほか、板海苔を使う地方もある。 海苔での包み方は様々である。三角形のおにぎりの場合は、次のような方法がある。おにぎり前面にまんべんなく包む。側面の一面のみから、前後面に渡す形で貼る。側面一周に巻く。また、海苔以外に、長野県では野沢菜、富山県や石川県、福井県では、とろろ昆布、和歌山県では、 高菜の漬物、鹿児島県奄美地方の徳之島や奄美大島では、卵おにぎりとして、薄焼き卵を使うなど、地域性が出るもので包んだおにぎりや、チキンライスを薄焼き卵で包んだオムライス風おにぎりなどもある。沖縄県では、かまぼこで包んだ、爆弾おにぎりも存在する。一方、包みを施さずにふりかけ類をまぶすという技法もある。ごま、でんのりたま、 柚子胡椒などが使用される。具を入れない、塩むすびでは、少量のごまを表面に振るものもある。地域によっては、きな粉をまぶしたり、味噌を塗ったりする例もある。畜火を包みに使ったおにぎり弁当おにぎりを包装するためには、主として、食品用、ラップフィルム、アルミホイル、和紙などが使用される。おにぎりには、色や匂いが移りやすいので、 色落ちするもの、周期のあるものは避けられる。近代以前には主流であった畜火や波乱の歯で包むことは今では少なくなったが、それでも畜火には高い抗菌性と通気性、保水性と消臭効果があることから多分野の食品業者を中心として愛用する人が存在する。通信販売の取り扱い商品としても姿を消すことは考えられない。 その代表的な用途でおにぎりに関連するものといえば、第一に包むことであり、第二には折り込んだ畜火の弁当箱である。あらかじめ飯に海苔を巻いておくことでしっとりして、飯との一体感を増した海苔を味わうものと、食べる、間近まで飯と海苔を密着させないことで乾燥した海苔のパリパリ感を楽しむものとがあり、昔から個こによって、好みが分かれる。前者を、直巻、後者を、 後ろ巻きと呼ぶこともある。すぐに、メッシュと馴染んで、ほぐれの良いしっとり好みに向くのりと、簡単には型を崩さないパリパリ好みに向くのりがある。パリパリおにぎりの市販が1978年に、コンビニエンスストアから始まり、特に三角おにぎりでこのタイプは定番化したため、コンビニおにぎり言えばパリパリのりの方をイメージするが、実際に取り扱っている商品の種類では両タイプは、 傾向している一方で、専門店などで作り置きを販売する場合は、多くはしっとり海苔のおにぎりであり、そうしたものは買って、手に取った時点で飯と海苔がよくなじんでいる。また、客の目の前で作るなどする業態の専門店では、食べ始めはパリパリを楽しみ、食べ進むほどにしっとりを味わえることを売りにしている例もある。おにぎりは、以下のようにして作る。 ぬるま湯に浸して軽く、水を切った手に塩を軽くまぶし、蒸らしたご飯を1個分のおにぎりに見合う量だけ取る。この塩を手塩という。まずは外側を軽く固める程度に握り、中央に具材を埋める。複数回に分けて回しながら均一に一気に力をかけて握り、形を整える。何回も握ると中まで固くなる。柔らかすぎると崩れるが、 硬く握りすぎると食感が悪くなる。手に付着した黄色ブドウ球菌などがおにぎりに移らないようにラップに包んで握るのも良い。生活雑貨店等で市販のプラスチック製のおにぎりの型を使うとご飯を詰めるだけで簡単におにぎりの形に仕上がる。大量生産を目的とする弁当工場ではおにぎり製ケーキが用いられる。現在では色々な場面でおにぎり 傾向性より美味しさを求めて以下の点に配慮する。椎茸の焼きおにぎり焼きおにぎりと呼ばれる調理法もある。焼きおにぎりとは白飯を握った後、焼き網やグリル専用の道具である。焼きおにぎり器などで焦げ目がつくまで焼き、醤油や味噌を塗ってさらに炙ったものである。焼きおにぎりは冷凍食品として市販もされている。揚げおにぎりと呼ばれる調理法もある。 揚げおにぎりとは、白飯を握った後、フライパンや中華鍋などで狐色になるまで食用油で揚げ焼きにしたものである。油を使うので、焼きおにぎりよりもコクがある。単体で食す場合には、醤油や味噌や塩で味付けする。さらに器に盛り付け、刻んだ小ネギ、蜜葉、わさび、おろし生姜、刻み海苔、梅干しなどの薬味を添え、 熱々の和風だしをかけて、だしを吸った揚げおにぎりを崩しながら食す。あるいは器に盛り付け、揚げおにぎりの和風だしあんかけにする場合もある。炊き込みご飯などの和風味付け、具あり飯を揚げるバリエーションもある。中にとろけるチーズを仕込んだり、ケチャップやカレーなどの洋風味付け、具あり飯を揚げ、洋風だしをかける、洋風バリエーションもある。洋風バージョンは、 ライスコロッケに似ている。詳細は、ポーク卵おにぎりを参照ポーク卵おにぎり。沖縄県には、海苔巻きおにぎりの概念と、ポーク卵を組み合わせた、ポーク卵おにぎりがあり、鬼、ポーの略称でも親しまれている。口実する、おにぎらずと似通っているが、発祥も普及もこちらが早い。第二次世界大戦後のアメリカ合衆国による、沖縄統治時代に、 アメリカ軍によって持ち込まれた缶入りポークランチョンミートがポークという略称で一般家庭の食材として定着し様々な料理の素材として用いられるようになっていったがスライスして両面を焼いたポークを総菜としての卵料理と組み合わせたのが沖縄の大衆食堂の定食メニューポーク卵でありそこから派生して焼いた薄切り ポークと折りたたんだ薄焼き卵の組み合わせを基本の具材とした海苔巻きおにぎり風の料理が一般的なポーク卵おにぎりである。沖縄のソウルフードと呼ぶ人も多いポーク卵おにぎりは当地ではスーパーマーケットやコンビニそしてほとんどの大衆食堂でも売られているが2014年7月に那覇市松尾の第一巻市公設市場で開店した専門店 ポーク卵おにぎり本店は、売れ行き好調で、2020年2月時点で、沖縄県内に4店舗、福岡県福岡市博多区市が表参道に、フランチャイズの1店舗、そして初の海外進出となったハワイワイキキに1店舗を展開している。なお、ハワイは、ポークランチョンミートの消費量が、アメリカ一多い土地柄で、ポーク卵おにぎりの起源と言われることのある、 スパム結びがよく食べられている。この企業は PTO という合言葉のような故障も生み出している。現在では競合する専門店も複数ある。おにぎらずはご飯を手で握らず、大判の海苔で風呂敷包みのように包むだけのおにぎりの一種。おにぎりとは違って手でギュッとは握らないため、おにぎらずと呼ばれている。上山土地の長期連載料理漫画、 クッキングパパのクック213超簡単おにぎりおにぎらずで紹介されたものがオリジナルであり、考案者は漫画家本人の夫人。2014年9月初旬、日本最大の料理レシピサイト、クックパッドの人気検索キーワードにおにぎらずが突然ランクインし、これをクックパッドが クックパッドニュースの特集ページで紹介したことをきっかけに好評を博して一気にウェブメディアに拡散した。人気となった理由について、クックパッドでは簡単で作りやすい、いろんな具が挟める、小さな子供も食べやすいことを挙げている。2015年3月16日には、海苔メーカー各社からおにぎらず専用海苔も発売され、人気商品となっている。 クックパッドが紹介したクッキングパパの元祖おにぎらずの作り方は以下の通り。鰹節をわさび醤油で和えたものと梅干しのしそをご飯 200g に混ぜ込む混ぜご飯を前景の海苔に広げ、具材を広げた混ぜご飯の上に乗せる。海苔の四隅を持ち上げてご飯ごと包み、裏返して安定させる。また、読売新聞が紹介したおにぎらずの作り方は以下の通り。 蒸らしたご飯 300g に1つまみの塩を加え、4等分する。ラップの上に手巻き寿司用の海苔を置き、その上にご飯と具材とともに、海苔の中央に置く。ラップごと半分に折って包み、海苔が馴染むまで置く。包丁で2つに切る。どちらも、海苔の周辺部分には、具材やご飯を敷き詰めないのがうまく作るコツとしている。具材に使える食材の幅が、 通常のおにぎりよりも広く、コロッケや天ぷら、半熟卵、唐揚げ、きんぴらごぼう、焼きそばなど、多くのバリエーションが生み出されている。スパムと、目玉焼きを包んだ、ハワイ風のものや、スモークサーモンとクリームチーズを包んだオードブル風、なども考案されている。韓国の三角キムパプ日本と同じ名作地帯である、中華人民共和国、中華民国、朝鮮半島、 タイの一部でもおにぎりは作られる。世界的に炊飯前に米を研ぐという風習はあまりなく、そうして炊かれた飯は冷めると味が落ちる。調味しない飯を食す習慣も持つ中国や朝鮮半島では炊いた飯は温かい状態で食べるものという意識が強い。おにぎりなどの冷や飯に対し施しを受けた下線なものが仕方なく食べるもの、やむを得ない場合の蛍光食といった 悪いイメージが根強い。中国では、飯と呼ぶ。福建省には、草包飯というおにぎりの一種があるが、これは、ご飯の中に、肉、ソーセージ、椎茸などを具として入れ、これらを編んだ草の袋に詰め込んで傾向するものである。タイでは、おにぎりに不適なインディカ米を主食としているが、ウルチ米ではなく、もち米を主食とするタイ東北部では、 球場にまとめた米飯を草の葉に包んで、傾向するという習慣が伝統的に見られる。中華民国では、駅弁や寿司なども含め、日本料理が広く知られていることもあり、おにぎりに対して下船なイメージは以前ほどない。現地で売られているおにぎりは、日本のものとは異なり、もち米で作られている場合がある。具材も、肉酢や揚げパンなど、日本のものとは少々おもきが異なる。 四角上で通常の1.5倍程度の大きいものに人気がある。日系企業のコンビニエンスストアが台湾や上海などに上陸し普及するようになって、現地で日本式のおにぎりも人気を博した。これを受けて日本の米に近い品種の米を使ったおにぎりが現地の食品工場で製造され販売されるようになった。韓国では朝鮮半島ではなどと呼称する。 日本のコンビニおにぎりを参考に1990年代初頭、コンビニでの販売が開始されたが、発売当初は定着しなかった。具をキムチ入りにしたり、海苔や精米の開発をするなどの創意工夫により、2000年代初頭から売れ始め、現在では三角キムパブの名称でコンビニのみならず、専門店もできるほどの人気食品となった。韓国でのコンビニの売上に占める割合では、 2006年度には40%以上にまで達したが2007年度にはパン食志向に押されて30%台となった。ハワイではスパムを国したおにぎりがスパム結びという名称で販売されている。オーストラリアでもおにぎりがファーストフードのメニューとして扱われているというケースもある。レンガ、徘徊、クにおいておにぎり、おむすび、むすび、 握り飯、握り飯、包み飯などは同じものを意味するが、いずれも、季い、季語ではない。しかしながら、読まれることは多く、その際は、握り飯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 という表現が好まれ、他はあまり見られない。他方、川柳の場合、現在では、おにぎり、おにぎり、おむすびなども数多く読まれている。Google マップ情報不足。ありがとうございます。